80分だってさ。どうします寮の門限にはなんとか間に合いそうですが。こっちには魔剣士が3人もいるんだぞ。そうですね。ねえ、人斬りって間違い感マックスだな。お客様、失礼ですが少しお時間をいただけますか。ご協力くださいませ。俺も協力します。自分もです。まるで前世の百貨店みたいだ。チョコやらコーヒーやら、この世界じゃ初めて見るし。どうなってんだ。ご来店を長らくお待ちしておりました。微力ながら再現させていただきました。なるほどね。チョコなんて苦い豆に砂糖をぶっこんで固めたらうまいもんができるぜくらいのものだったけど、ただこのガンマ頭はいい。七影一と言ってもいいくらいだけど。運動能力は最悪だ。どうぞこちらへ。鼻血出てるよ。いいぞこれ。褒美だ、受け取れ。あ、思い出します。私を絶望と苦痛から救い上げてくれた。それでこの店結構稼いでる感じ。はい、10億ゼニーほどなら即座に運用可能です。僕の知識を元ネタに僕をのけものにしてがっぽりと。あ、いや、こんな大きなセットを用意してくれたんだ。シャドウガーデンの名を語る愚者ども、現在捜査を続けていますが、未だ犯人は捕らえられていません。そういえばジャガたちも人斬りがどうとか。一度探ってみる。まさかもう答えにたどり着いたと。いえ、主様の英知をもってすれば当然のこと。新たなナンバーズです。まだ入って日は浅いですが、その実力はアルファ様も認めています。よろしくお願いします。そうだ、チョコを買いたいんだけど、一番安いの3人分10割つまりタダじゃん。ラッキー。まあ。甘いの。あ、お怪我は大丈夫ですか。その試合見てました。そう、 ありがとう。すごくかっこよかったです。これどうぞ。これはお返しに、クッキー焼きました。お返し、何の。ありがとう。もしよろしければお友達からお願いします。いや、まあ特に問題もなさそうだし。いいよ。どうしちゃったんだろう。シロ君、お医者様とか言ってたし、お見舞いとかに。お友達だもん。よし。うん、おいしい。誰？学術学園2年のシェリー・パーネットです。突然すみません。はあ、甘くて美味しい。アレクシアさんにお伺いしたいことがありまして。お付き合いしている男性がいらっしゃったとか。はい。ですからシド・カゲノ君とお付き合いされていたとか。もう別れました。あ、そうなんですか。実は私、先日シド君とお友達になったんです。研究も手につかなくて、もうどうしようかなって。はい、それでお二人のことがとても気になってしまったんです。でも安心しました。そうですか。お時間ありがとうございました。うん。成功したな。10分間のハートブレイク。モブとしては命を懸けてもやらねばならない時がある。細く加工すれば問題ないか。さて、行くか。
人質は大行動にひとまとめ、警備は全滅、さらに隠れている生徒がいないか探し回っているテロリストたち、そして僕、屋上から意味深に見下ろす影の実力者。こうなったら夜までじっくり作戦だ。登場シーンは夜まで先送りに。シェリーちゃん、気をつけてるつもりだろうけどバレバレだから。ミッションコンプリート。僕のモブ直感がメインシナリオの進行を告げている。屋上から華麗に飛び降りる僕。お父様のお部屋なら詳しい資料もあるはず。よかった、気のせいか。なんだと、攻撃。最高だね。